はい、どうもこんにちは、ぷぷんです。今回もユナイトをやっていこうかなというふうに思います。でですね、今回なんですけど、先ほど来ました新情報というふうな感じでね、新リーク情報を皆さんに紹介していこうかなというふうに思います。まあサムネイル見ていただければね、わかると思うんですが、はい、新ポケモン4匹来ますね。はい、4匹って言ったらいいのかな、わかんないですけど、はい、こちらの記事はポケモンユナイトのフィリピンの公式アカウントで載っていたツイートの画像になります。下のね2匹、ジュナイパーとアマージョについてはもうね、ジュナイパー自体は今日実装されているってところなんですけど、アマージョについては12月9日と。で、残りの4匹ですね、これも来るんではないかというところですね。まずね、上3つから見ていきましょう。はい、まあソーナンスですね。まあソーナンスにつきましては、ソーナノからレベルアップしていくっていう風な感じなので、まあ2進化ポケモンで追加されるのか、逆にねソーナンスで1進化ポケモンで実装されるのか、まあルカリオみたいな感じで使われるのかっていうところでしょうか。はい、まあここら辺は詳しいことは分かってないというところなんですけど、まあ2進化ポケモンか1進化で出てくるという風な感じですね。はい、で次にバシャーモになります。バシャーモはね皆さん知ってると思うんですけど、御三家なのでね、3進化ポケモンですね。なので、まあここは3進化として出てくるんではないかなというところですね。はい、でですね、もしねバシャーモが出てくるとなると、今までだと御三家3体ずつ出てるんですよね。なのでバシャーモ出るってことは、水五郎キモリも出てくるのかなというところですね。はい、個人的にはね、自分が主にやっていた世代のポケモンではなってるので、出て実装されてほしいなというふうには思います。はい、まあここら辺のねリーク情報は楽しみにしていこうかなというふうに思います。で次ですね、はい、海流のことは置いといてね、まずエルレイドから行こうかなというふうに思います。ポケモンに詳しい皆さんならわかると思うんですけど、もういるじゃないかというふうにね思う方は多々いると思います。まあラルトス、キルリア、サーナイトといってね、今既存に三進化ポケモンとしているんですけど、まあキルリアのオスにね目覚め石持たせるとラルレイドに進化するというところですよね。なので、まあ今後持ち物として目覚め石がもしかするとね実装されるんではないかなというところはね予測できるかなというふうに思います。はい、まあとてもね楽しみかなと。また派生的にね分かれていくっていうふうに考えると、持ち物の選択とかもねかなり幅が広がって、楽しいユナイトがもっと楽しくなるんではないかなというふうに思います。はい、で最後にメインとして海流を説明していこうかなというふうに思います。まあ海流はね三進化ポケモンではあるんですけど、この新ポケモン4匹の中で一番有力なんではないかなというふうに思います。他のね3ポケモンはちょっとわからないってところがね正直なところがあるんですけど、海流については参戦が有力なのではないかなっていう画像がねちょっとあるので、こちらを見てください。はい、こちらになります。まあ0147というふうに書いてあって、まあ0147って何ぞやっていうふうにね考えた時に、ポケモン図鑑でこの番号を打つと、まあ、ミニ竜が出てくるんですよね。はい、でこれはなんだというところがあるんです。おそらくなんですけど、ミニ竜、白竜、海竜がね攻撃した時のエフェクトなんではないかなというふうに思います。ラインラインとかインパクトというところは技のエフェクトなんではないかなというふうに思います。うん、まあなのでね、こういうふうなエフェクトも考えられてるっていうところがあるので、まあかなり海流は有力で参戦するのかなというところですね。まだ予定などね日にちなどは出てないんですけど、ちょっと参戦がねとても楽しみだなというふうに思いました。はい、まあ、今回の動画はねこんな感じで終わろうと思います。またね新しい情報など来ましたら紹介していこうと思いますので、高評価チャンネル登録などよろしくお願いします。またコメントなどでもねいろいろと教えていただけると嬉しいので、もしよかったらコメントしてください。それではまた次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。